されたわけではないですよね。ぱんて交尾を一般的な表現に採用したわけ <laughs> 赤ふに引っ張られすぎだろ。それとも何かセックスっていうの怖いのかふふふ。あやちさんなにいすんだよ。いや仮にしたとしても言えないよね。<laughs> 昨日交尾ってさみたいな。そうそうだよ。そそんな赤かみたいなこと。い,いえおふ人の様子がおかしいというかただならぬものに感じてしまってつい。いやこの物質この雰囲気になるとは思わなかったな。<laughs> いやー米釣るとやってますなそそれはちらっとシーバさんの方を見るとシーバさんも俺を見ていたごめ私が一人でテンパっててそれが星名くに転生したみたいでねなんていい子なんだろう <laughs> <laughs> もうきっと男を立てるという点に関しては紬の右に出る者はいないぐらいの勢いで読め力が高いえ俺のがシーバさんへ転戦したのかと思ってたけど <laughs> とにかく様子がおかしいのは心の穴と無関係ということですか一概に無関係とも言い難いよねこれてかそもそもおのおの恋心にちゃんと気づいていて相手がどういう気持ちなのかっていうのをそこまで把握してないはずだからねう,う,うーん多分本当のこと言うと私にもうどうしてこんなに順調なのかわからないんだよ昨日なんか一緒にパフェを食べただけでかけらが戻ってきちゃうしなんかただのパフェ大好きい子みたいなんだろうが主人公が <laughs> <laughs> てめえと一緒に食ったからだよ。その付加価値忘れんなよ。一緒にパフェをあ、そうだ。昨日は結局、今後の方針について、ほとんど話さなかったんだ。そうだよね。私も気になってたんだけど、なぜか今日は、星野くんに声をかけるのをためらっちゃって。なぜか。なるほどね。紬の方はまだ片思いしてるって感じを自覚していないのかもしれないね。シーバさんも<え>あ、いや、ひょっとしてシーバさんも俺のことを意識してる勘違いや。期待しすぎじゃなくて。なるほど。もうそんなに。ま絶対めぐるくれやん、これ。 うるせえな。もう部室までウキウキで歩いてくる足音が聞こえてきそうだわ。おやつさん何か言ったおめえなのだよ。ふふじゃあろーとか言ってめぐるが来るかと思った。右から。いえ、話し合いをするなら物質でない方がいいかもしれませんね。いや、ここら辺空気読んでくれるんだね。やっぱアマタある恋愛相談を受けてきて、真剣ゼミでやったところなのかな、ここは。そろそろ稲葉さんたちも来る頃ですから。ああ、そうか。じゃ、じゃあまた。 2二人で話し合いだね。かわいい。ふふふ。ふたりで話し合いしようね。つむぎちゃん。なんならまぐわり合いでもいいんだけどね。嬉しい。けど、素直に気持ちを表現できず、相変わらず、目を合わせられない。こんな状態でも、2人きりになれる口実があるというのは、実に幸運だと思う。そして、アシストをしてくれる男友達、女友達がいるっていうところも、十分幸運な部分だよね。心に穴が開いてることも、赤木に対してさえも、感謝したいくらいだった。ふふふ。 なんか、出てる会長みたいな感じになってんだ。すべてに愛を込めて感謝してるやつ。あれ先輩とつむぎ先輩。おやむーせっかく様子を見に来たのに、もう帰るところなのかな例えば、おかけんに、東郷が入ったっていう事実、未だに信じがたいんだけど、本当にこいつ入ってんのかな <laughs> <laughs> なんかめっちゃ久々に感じられるんだけど、東郷自体が。<laughs> 物を出たあれ前に 言わななかかったかな部室へ遊びに行っては後輩の邪魔をするのが私の憧れだって生徒会室って話しあったっけど <laughs> もはや岡県ケ2さえも邪魔をしに来るようになったの学生会の話じゃなかったんですか岡県の OG でもあるつもりだったんだけどダメ OG っていうか現役部員じゃないな <laughs> あくまで岡県部員ではない感じなの今現在<っ>あれこれはちょっと楽しげな雰囲気をおもしだしてる気がするな <laughs> つの嫉妬心焚きつけちゃってるからな、瞳子が。どが先輩はいつものノリで、いつかんばかりの距離から、上目遣いに覗き込んできた。思わずのけぞってしまったのは、大きく前へ突き出したおっぱいが当たってしまいそうだったからだ。そ、そんなことは。ほ星南くん。可愛らしいね。<笑><笑>こういう嫉妬全開の女の子結構、俺の壁に刺さるんだよな。いきなりシーバさんが、ガクラの肘をつまんで引っ張ってきた。早く行かな。 いや、ちょっと怒涛の勢いでめぐるもアピールしていただきたいね。まあいつのキャラ的に主人公を狼落するなんてことはできなそうだけど。やまあ、お邪魔だったかな大人すぎる <laughs>。お邪魔なんだよ。ごごめん 今ちょっと私が星名くんの悩み相談を担当することになってて昨日の朝言ってたやつですよねごめんあんまり部室に顔出さなくなっちゃうかも仕方ないですよあの時先輩もなんだか様子がおかしかったですしああなんだかんだ心配してくれてるんだなこの後輩はかわいげがあるな <laughs> え見てわかるほど変だったつむぎ先輩から挨拶されて露骨にふてくされた顔してたじゃないですかまあ、てめえが一員でもあるんだけどな <laughs> あフフ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  先輩のあんな顔初めて見たから私びっくりして声かけられなかったですもんえそんなにひどかったつむぎ先輩に感謝した方がいいですよよく普通に対処するなって感心しちゃいましたよいや本当にねあんなやつ朝一から見たくないよね <laughs> 今迷惑かけてくれなかったら怒るからねなんてあれ結構名言だった気がするんだけどいや私は原因も知ってたからねひなばさんでさえドン引きしてたのにしばさんは平気だったんだ <laughs> お姉さん <laughs> 飽きつけすぎだって。<laughs> 何かが始まっちゃった予感がするね。ううな何何何コって何です？エッティーなこれ。<laughs> なんかメグルがめっちゃおこちゃまみたいな扱いになってんだ大丈夫、安心して。私は応援させてもらうから。ねえ稲葉さん。ねえって言われてるけど、はあ、何言ってんだこれ。つって顔してるしぞこ <laughs> 進み悪いからな。もう反応すび早いけど。 先輩にはちょっともったいない気がしますけど私はつむぎ先輩の味方ですからねえ分かってるのかこいつは <laughs> いやなんか他にはないぐらい周りからのサポートが手厚いエロゲなんだねゆずソフトさんはめ,めぐ そ,そうだよ二人ともシーバさんを困らせないでくださいよ。今度は俺がシーバさんの袖を引っ張って二人の間から救い出す。あラブラブすんなマラブ。<笑><笑>はよく帰っちまえや。ヒリアどものまで見せつけんな。まさかの先輩がナイト役にうるせえな。<笑><笑>息吐かしてもダメか。これは本格的にお邪魔みたいだね。だからそういうんじゃないですってば。<laughs> ヨーガそういうことにしておくね。なあ、それ。<laughs> どんなタイミングでヨーガスいってんのめくらくがちゃんと合ってるのか、それは。ちょ、ちょっと二人とも。二人でそのまま、物質へ消えていく。おかげで放り出された俺たちは、微妙な空気になってしまう。<laughs> あいつら、ボマーだったんだ <laughs>。うえー、えっと、なんか、ごめんね、星名くん。こっちこそ、協力してもらってるだけなのに、迷惑じゃなかったううん、星名くんこそ。 はよ話し合いけよほラ <laughs> ラブラブしてんだよどうせラブラブするんだったらまこっちまよいやいや俺の方は何も<っ>まためがあってしまうけど今度は薬とエミがこぼれたお互いに否定し合うのがいい加減おかしくなってしまったのだ <laughs> なんかおかしいね、私たち。もうさっさと行こう。なんかもう、酩酊状態なんじゃないかっていうぐらい、うみぎがずっと赤面状態。お <laughs> い <laughs>、何チャミスレでも常備してんのおめポケットに。あは、そうだね。けど、本当に迷惑じゃなかったまだ言うか、こいつは。<laughs> 酒抜けた後でも聞いてくるやつとか、初めて見たわ。そんなことないよ。俺にとっては、ただのズボシだもんな。よく考えたら、もっとちゃんと否定しておくべきだったかもって。え、なんでそんなこと言うの <laughs> え、なんすかそれ何なんですか人の声 こっきり折ろうとしてるんですかもし部の中に星野くんの好きな子がいたら誤解されちゃうんじゃないいやそこまでの優しさは求めてないんだよ <laughs> 全方面に気を回しすぎだなお前はひ、えー、ょっとして本当にいたりするいやもう甘酸っぱいよ <laughs> なんなんの、これ紬ルートだからなのかで、でも、ゆズソフトさん全体の話なのかもし、ゆズソフトさん全体で、こういう片思いの途中経過を見せられるんだとしたら、俺の壁に刺さりまくりまくって、心臓が最後まで持つか分からないんだけど。いやいや、考えすぎだよ。じゃあ、同じクラスの誰かとか。あ、もうすでに主人公に好きな子がいるってことを結論付けてしまったんだね、紬の中で。<laughs> <laughs> あとは、その答えの主が紬かどうかっていうのを自分自身で自覚できるかだね。<laughs> なんでお前はレジギガスみたいな声出してんの <laughs> 俺のさじ加減だけど <laughs>。星野くんいちいちギクッとしてしまうせいで思いっきり怪しまれる。クラスも部活も一緒の子なんてすっごく限られてしまう。まさか、あっちこっちに好きな女の子がいるの。大変不名誉な考察のされ方してるわ <laughs>。<laughs> そんなチャラい男に見えるか主人公が。どどうしてそうなるのだって教室ならカリアさんとか、部室ならメグルちゃんやあやちさんといる時もすごく楽しそうじゃないいや、それ誰だって楽しいでしょうよ <laughs>。 逆にあのメンツ前にして楽しそうじゃないやつ見たいわ。トカクス先輩ともずいぶん仲良さそうだったし。いや結構紬の中での一番の敵はトーなのかもしれないね。おっぱい的にも、緊張的にも余裕的にも、すべて紬の女優感な気がするもんな。<laughs> <laughs> <laughs> あいつは若干サイコーパスみなところがあるから、人間味ふれるところはつむぎに軍配が上がるのかもしんないけど、シーバさんは俺のこと、未だにプレイボーイだと思ってる隠してるだけで、実は結構モテてそうな気がする。いやでも、能力云々ぬんかんぬんの件で、割と人から頼み事をされて引き受けてる節はあるから、知らないところで恋愛力が立ってるっていうパターンはありそうだよね。ないないない、それだけはない。俺一応気持ちが読めるんだよ。俺のこと好きな子がいたら気づくんじゃないかな。いや、気づいてねえじゃねえか <laughs>。いや、その理論破綻してんのよ。<laughs> おっと次はこっちが攻撃する番か <laughs> 最後の公私交代制さ,さあさあそんな風に思ってもらったことないけどさすがにわかりやすそうな気がする多分 千葉さんやっぱり全然分かってなさそう。いや、これ結構答えじゃね <laughs> ど、どういうタイミングで付き合うんだろうな、この二人は。なんか告白の仕方とかも気になるっちゃ気になるんだけど、この曖昧な関係が長く続くのかどうか、すごい気になるな。そんなことないと思うけどな。だいたい、他の誰に好かれて言おうと、俺が好きな子は一人だけだ。なんて堂々と言えたらかっこいいんだろうな。ふふふふ。 いいじゃない。一途な気持ちを持つことが大事なんだよ。工房に言いふらす言いふらす。いの前にカイドウは軽いノリで告るのもありなんて言ってたけど、無理無理。やっぱり無理まあ紡ぎ相手だとしたら、なおさら軽い系はやめていただきたいね。俺としても、まあ主人公の周りにいる中で軽いノリで告白しやすいと言ったら倉庫か和歌だかなと思うけど、やっぱり本腰入れて付き合うってなるんだったら、ちゃんとした。告白はしていただきたいところだし。そんなセルフ軽いノリで言うなんて逆に無理だよ。まあもういいじゃない。どうやって心の穴を埋めるか話し合うんだよね。一緒にパフェを食べるだけでいいならいっそ他の。 あっちょっとしたディアラコンになってる。<laughs> ここら辺、ちょっと甘酸っぱいな。割と好きだな、こういうの。えひょっとして、嫌になっちゃったそうじゃないけど、悪い気がして。ねえ、橋野くんだって、その方がいいんじゃないのいや、結構これ、選択迫られてるよ、主人公。パフェ食べたいのは紬だからだよっていう感じのニュアンスで言うことができれば、効果のグッと上がるけど。まあ、どうしてもシーバさん嫌だったら、他のこと試してみるよとか言うんだったら、お前は死んだ方がいいかい <laughs> 私といる時よりみんなといるる時の方が楽しそうに見えんんだもんいや、これ恋愛フィリターの恐ろしいところだよね。まあ、正品、付き合った後でもこの現象起きる だけど、本当に好きな相手との会話って楽しそうな雰囲気ないんだよね。ドキドキしちゃって。だから、それを疲れると痛いっていう、うん。それは痛いところを疲れた気分だけど、シーバさんだから心の穴が埋まるんだ。それがなくてもシーバさんとじゃなきゃ嫌だ。心の穴を埋めるのは今まで何ヶ月もかかってきたって。アイスさんも驚いてたでしょ。うん、そうだけど、カフェなら戸隠先輩とも一緒に食べたけど、穴は埋まらなかったよ。いや、これ怖いな。<laughs> 主人公としては最大限のフォローというか、君がナンバーワンだよ。つむぎみたいな感じで言ってんだろうけど、つむぎの心情としてこのセリフはどうなんだろうな。 好，好，好。 エンターキー押したら、つむぎの顔が大変なことになってた。<laughs> 稲葉さんや、アイスさんとは映画行ったけど、それで何か変わった例はしなかったと思う。おいおい、さすがに映画トークはしない方がいいって。つ <laughs> む <laughs> ぎと一回もしてないことを言うな。だから、あれあー顔が。<laughs> だ、やめろ言うたやんけ。もう他の女の子に片っ端から手つけてるプレイボーイキャラになってんじゃん。話してる内容が。けど、どうしたわけか。シ葉さんが険しい顔になっていた。どうしたわけかっていう、お前怖っ。<laughs> 女心、わからんそういうところ。どんな鈍感バカでも 気づくと思うぞやっぱり、いろんな女のこと、いろんなことしてるんだ。そんな誤解を思うようなことを言わないでいただきたい。<laughs> いろんなことしてるってやめてよ。<laughs> 全部、おかけん絡みの話だから。<laughs> え、え、ちょ、ちょっと待ったよ、ヒーバーさん。いや、てか、どこ、ここ。<laughs> 美味しい卵のマカロニやって何屋さん <laughs> マカロニって卵原材料だっけどうしてそんなに怒ってるの俺何か悪いことした、まあ、悪いことしたのは今のお前もそうだけど前のお前もだ <laughs>。過去現在含めて全てお前が悪い。そんななの私にも分からないよいや、可愛いね。いや、これを可愛いねって思っちゃうのは俺がちょっと平気歪んでるからなのかもしれないけどちょっと嫉妬で狂っちゃう女の子好きなんだよな。はい。さん達といや、ちょっと初見の タイミングがあまりにもひどすぎるよね。<laughs> <laughs> なんかどことなく主人公に恋心を寄せる前に聞いておきたいところだったよね。そしたら、どうしたわけか、モヤモヤしてきて。とにかく、知らないものは知らないよやばい、続々来る <laughs>。<laughs> 俺結構危ない人間なのかもしれない <laughs>。 いいよ今のつむぎめっちゃ輝いてるよシーバさんひょっとしてだけど、嫉妬してくれてるのかあ、ここは気づくんだ、主人公。<laughs> なんかよくわかんねえ感のセンサーしてんな。ねえ、本当にシーバさんだけなんだよ。俺の心の穴を埋めてくれたのは、なんか都合のいい女扱いしてないが、ギのことを。<laughs> 今お前が何言っても無駄な気がするんだけど <laughs>。 そそんなのわからないじゃない他の子でもいいかもしれないでしょわかるよしシーバさんじゃないとダメなんだいやここか告白のタイミングここか <laughs> 今いいよね割と選択をふふれば大変なことになるけど <laughs> 自信がなさそうな言い方だよいや自信がないからふふ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 あふふ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 なふふ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  他の誰ともしたことないけど、他の誰ともしたいと思わない。それでちゃんと心の穴が埋まったら嘘じゃない。どうえ、怖え <laughs> まあ、十中吐く心の穴は埋まるんだろうけど、ちょっと心のかけらを入れている小瓶がバグり始めて、うっかりカウント水でもしようもんなら、もうこの中は行き裂かれたと言っても過言ではないぞ。<laughs> なんだこいつ <laughs> 自分とはしたことがないことを他の人としていたら怒るくせに、他の人がしていないことを自分がやろうと思ったら恥ずかしいっつって親び腰になるのなに <laughs> 俺だって顔から火が出そうだ。けど告るのは無理でも、これくらいは言えるらしい。心の穴を埋める手伝いをしてくれる約束だよね。いや、ちょっとずるいね。<laughs> お前ただの女の子の手を握りたいマシンとかしてないか大丈夫なんか相手の弱みにつけ込んでる感じがして、ちょっとだけ気が引けるんだけど。で、で、でも突然だし、脈略。 いや、脈絡のあることを言ったら、絶対お前切れ続けてたじゃん <laughs>。ここはトンチンンなことを言って、場の空気を和ませようとしてるんだよ、主人公は。ああ、疑われて、傷ついたなー。シーバさんが手を繋いでくれたら、癒されるのになー。わざとらしく、拗ねてみせる。軽い調子になってしまうのは、どちらかといえば、逃げだった。結局、キらの言う通りになっとる <laughs>。告白ではないにしろ、まあまあ重要なタイミングで軽いノリに逃げてしまうのね、お前は。サノバウィッチ。